5ピンリンコネクタリンコネクタとはドイツ工業品。標準規格により規格化されたコネクタ一般のことで丸型コネクタを指すことが多いが、ビムバスのような電子基板同士を接続するツーピースコネクタもある。いわゆるリンコネクタと称されるもので、プラグ側の形状は直径 13.2mm の丸い金属シールドの内側に2ピンから8ピンの信号線を配置している。一般に、 プラグの信号ピンはオス、レセプタクルはメスである。金属シールドの一部が凹んでいるため、信号ピンが別のジャックに入るのを防いでいる。メーカーによっては、プッシュロック、回転式ロック機構を備える、互換品を製造している場合があるが一般には、ロック機構はなく、抜けやすい。スピーカーディンコネクタメスと、オスにピンのコネクタで、オスは真ん中に横長のピンがあり。 その上に細い丸型のピンがある。対してメスは真ん中の受け口がプラス型、上がマイナス型をしており、視覚的にどちらが陽極か見分けることができる。規格としては旧型であり、昔のスピーカーなどにその名残を見ることができるが、現在ではほとんど流通していない。ただし部品を通信販売などで購入することは可能。フランスでは DHP と呼ばれる。 歴史的な電子楽器温度、マルトノの旧型機種のスピーカー出力に採用されている。いわゆるミニリンコネクタと称されるもので、プラグの形状はリンコネクタより小さい直径 9.5mm になっている。電子基板同士の接続に利用されるコネクタである。主としてコンピュータのバスであるとか、モジュール化されたユニットをマザーボードと接続する際に多用される。 エッジコネクタと比較して基板の厚さによる接触圧の影響を受けないために安定した接続が可能である。2列あるいは3列で64ピンから96ピンのものが一般的だが大電流用のものや同軸コネクタを組み込んだものなど多くのバリエーションがある。Wikimedia Commons にはディンコネクタに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。